まずはこちらをご覧ください。おいす、ノーキンハンクです。よろしくお願いいたします。はい、ということで皆さん、冒頭の映像を見ていただけましたでしょうか。前回の動画で、アルストリアが入っているテンプレパーティーを倒すのがめちゃくちゃ難しいっていう動画を撮ったんですけど、その動画を撮った直後に、なぜかスカールをパーティーに入れてみて突撃させてみたんですよ。するとこの映像が撮れました。いやー、強いですよね。まあ、誰が強いかって言ったら、アルストリアが一番強いんですけど、なんて言うんですかね、アルストリアの動きを全てスカールがやっているみたいな、これすごくね、ハマると強いパーティーになると思いますんで、皆さんおすすめです。まあただスカール育成してる人って多分世界中探しても多分 1% あるかないかですので、育成していないんであればもうそのままでいいと思います。別にね、これが一番強いかっていうわけでもないのでね、こういうのもありますよっていうのだけね、覚えておいてもらったらいいかなと思います。はい、で今回なんですけども、ガーブルが EX ジョブ化してレベル120にしてきましたんで使っていきたいと思います。ガーブルの EX ジョブ化めちゃくちゃ待ってたっていう方多いんじゃないでしょうか。まあ俺はどっちかというと待ってましたね。いや、めちゃくちゃ楽しみ。まだね、一回も使ってないんでね、そのリアクションが見れるんじゃないかなと思います。という感じで今回はね、ガーブルを使っていろいろ遊んでいきたいと思います。それでは行きましょう。レディゴー。はい、早速見ていきましょう。ステータスこんな感じになりました。HP はやっぱり低いんですけど、注目は魔力の高さですね。4桁いきました。この数字ね、実はママより高いんですよ。下にママがいて、その上にガーブル、その上にスカールっていう変態がいるんですけど、彼は雷属性ですので、相手が土だった場合ね、やっぱりかなりねダメージ抑えられるんですけども、闇属性の4桁の魔力、これはね本当にやばいですからね。はい、じゃあ次にね、アビリティボードを見ていきましょう。はい、これが新しく追加されたアビリティボードなんですが、もう少し火力に特化するのかなと思ってたんですけども、そんな感じではなかったですね。魔力は3箇所あります。面白いのがね、防御が2箇所あるっていうところですね。少しガード寄りになったのかなっていう感じです。で、真ん中に AP アップありますね。ここ魔力アップかなと思ってたんですけどね。まあただね、 AP アップはねかなり美味しいですね。魔法キャラなので活性光とか AP アップするようなトラマスつけることってあんまないと思いますんでね、何もない状態でも AP がたくさん確保できるっていうことなんで、魔法がいっぱい打てるということになりましたんで、かなりね使いやすいキャラになるんじゃないかなと思います。では次に強化されたアビリティ見ていきましょう。まず1つ目、小鬼術の強化ですね。小鬼術を全小鬼術に強化、自身にダメージを軽減するバリアを張る3回ですね。はい、来ました、仏魔バリアです。強化前は物理ダメージを抑えるっていうだけだったんですけども、この度両方受けれるようになりました。めちゃくちゃ強いバリアをね、持つことになりましたんで、すごく戦いが安定するんじゃないかなと思います。はい、次、サポートアビリティの隆起確保の強化が入りました。これはほんと単純で、今までは魔力アップのみだったんですが、そこに HP の上限アップがつきました。
なんかこれもね、どちらかというと防御寄りですよね。なんかガーブルらしさがなくなっているような気もするんですけど、まあ今の環境、火力だけでは生きていけないということをね、教えてくれているのかなと思います。これはシンプルにね、いいと思います。はい、最後ジョブレベル25になると覚えます、神通魔弾って読むんでしょうか、3ターン自身の精神貫通率アップ後、対象に魔力依存ダメージ大ですね。射程は4マス先まで届く単体攻撃で、使用回数は3回 AP25 で撃てます。はい、めちゃくちゃ強いですよね。実はガーブルの魔法って、自分にバフがかかるものって何もないんですよね。基本的には魔力依存ダメージっていうだけなんですけど、まあ初めてね、精神貫通率アップ、しかもこれ3ターン持続しますんで、これを撃った後に起爆章とかね、撃つとさらに火力が上がりますんで、めちゃくちゃ強い攻撃手段を手に入れたんじゃないかなと思います。はい、では実践で使っていきたいと思います。と言っても、今回ガーブルの火力がどんな感じになったのかっていうところぐらいしか見どころないんですけどね、鬼回避で有名な、ロックパーティーですよね、今回そこにね、どんな感じのダメージを与えれるのかっていうのを見ていきたいと思います。まずおさらいとして、ロックがどれぐらいヤバいキャラなのかっていうのを見てもらおうかなと思うんですが、まあ、例えばジョブレベル25で覚える、神通魔弾あるじゃないですか。これロックに打つと命中率 0% なんですよね。まあ、ただダメージはすごいことになっております。ただ、ガーブルは起爆章という必中技があるため、確実にロックを落とすことができます。はい、これですよね、やっぱり強みは。で、今回ね、あの神通魔弾、これ実はね、当たらなくても自分にはしっかりね、バフが入るんですよね。これがやっぱりでかいかなというところですね。ちょっと回してみましょうか。今これでね、精神貫通率がね、上がっている状態になっております。例えばこの状態でもう一度ね、起爆章をね、打つとね、はい、こんな感じでね、火力上がってますよね。で、なおかつこのトラマスですよね、はい、ここでさらに強くできるんですよね。この状態のガーブルが突っ込んできたらね、怖すぎますよね。はい、じゃあこれでね、かなり強い起爆章が打てるんじゃないかなと思いますね。はい、まあぶっちゃけ言って、こんなに火力出す必要もないんですけどね。はい、エンゲルに対してはしっかりカンストダメージが出てますという感じですね。ちょっと打ってみましょうか。いきます。はい、気持ちいいですね。では次に神通魔弾の演出見ていきたいと思います。いきます。死ね。はい、こんな感じですね。はい、では最後に一戦やっていきたいと思います。こちらはヘレナママ、ガーブル、エンゲル、お相手はエンゲル、サンクレット、ロックの回避パーティーとなっております。こっちのエンゲルがヘイトを取っている間に、2人の闇属性の魔法がどれだけダメージを与えていけるかっていうのがポイントになってくると思います。それではやっていきましょう。さあやっていきましょう。光の回避パーティー対闇の必中パーティーという感じじゃないでしょうかね。さあ、お互いバフをかけて前へ進んでいきます。横のバフは全くかけずにみんな前進していくような感じですね。はい、個人プレイがすごいパーティー同士がぶつかっております。さあ、お互いね、ヘイトを取り合っていくんでしょうかね。はい、対角で、エンゲルが入っているという状態なんで、とりあえずロックが突っ込んでくる感じですよね。さあ、ここでスカイミラージュダイブ、リミットバーストを発動していきます。まあ、エンゲル硬いんですけども、ロックの攻撃力もね、非常に高いので、かなりダメージ食らっておりますね。さあ、ヘレナママが魔法を唱えようとしていますね。おっと、ここで魔法見切りクソゲーが始まりました。サンクレットにはノーダメージ。さあ、サンクレット殴ってきますが、物理シールドを貼っておりますんで、ほとんど食らっていないという状況ですね。さあ、ママンが攻撃をしていきますが、まだまだガッツまで届いておりません。さあ、アクタクロブレードを打ちました。ヘイトを取ってきております。さあ、ヘイトを取った後、中央に来ましたね。さあ、ここでエンゲル、こっちはね、ガッツ発動まで来ましたね。どっちかというとこっちの方が不利な感じですかね。さあ、ここでヘレナママがシャドウローズを打っていきます。どの範囲で攻撃をしているんでしょうか、全く見当がつきませんが、
おっと、ここでサンクレットを巻き込んでいきますね。ここまでガーブルの動画なんですが、ヘレナママがすごく活躍をしております。さあ、ここで起爆症でガーブルがエンゲルベルトを倒していきます。さあ、こっちの、エンゲルベルトはガッツ発動で一発殴られてもまだ耐えておりますね。さあ、ママンは、おっと、高い丘に行って回復をしております。もう戦いは終わった感じじゃないでしょうかね。さあ、ここで一発仕留めていきますが、リレーズで復活していきます。復活後、エンゲルは非常に危ない状態になっております。あと1ダメージで倒れてしまうというところなんですが、やはりここは倒れてしまいます。さあ、最後の一撃決めていけることができるんでしょうか。おっと、ここで起爆症が入った。やっぱりママンの安定感はすごいですね。